で、ミノーのね、ハニバルの兄とね、喋った時に言ってくれたことが、まあ、ハニバルの三男ね、まあ、一応次男ってことになってる、三男、検索が言ってくれたのは、まあ、その、知能指数、まず、あ、その話だって、で、うちにどのぐらい知能指数あるの、だから、あれ、いくらやったか忘れたけど、母に言ったら160、あ、160。あ、ほんま、もっとあるような気がするけどな、って。俺、170とか、170なんだけどな、って。そっか、って。もっとあるんでしょ。で、その、音楽やったら、まず、あ、サンタとか行きやってな。で、音楽やったら、その、脳みその邪魔も消えるからな、って。そしたら、違う、ちょっと復活するんだよ。で、ただ最初、偉いこと気に入れて。暴走する、ぐちゃぐちゃなんだよ、って。もういい、ひどいこと気に入れて。で、その、白い巨塔、毒白い巨塔、その替え玉受験、あの頃もそれやねん、って。その時やってもらったことやねん、って。じゃあ何がだよ、わからんかった。朦朧とした状態で試験会場におったって。受験前そんなことしたかはな、って。